チャオ、まひろです。3月21日の睡眠レポートを見ていこうと思います。今日はね、100取れなかったんだよね。あとちょいだったな。はい、睡眠タイプはうっとうとうでしょ、これは。そうだね。はい。寝るときはね、マスター3で寝たかな。はい。ポケモンが8体ですね。さあ、お、犬いますね。はい。で、左側にはウツボット、トランセル、キャタピーで欲しいんだってば。あ、新しい寝顔だ。はい。久々だね、新しい寝顔。星さんを見てないのね。あと、さあ、これで終わり？なんかパッとしたのが上に不思議だね、いたわ。キャタピーちゃん出てきてくんなよ。はい。さあ、今日はね、どうしようかな。デルベルかな、取るとしたら。マンキーちゃんでもいいけどね。どっちかにチャンス来てくんないかな。ウツボットかい。どうしようかな。デルベルにあげとこう。ここで成功か。もったいないんだよな。いやー、じゃあマッキーちゃんにあげればよかったよ。ウツボットは、まあとりあえずいいかな。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。さあ、デルビルちゃんはお腹の上ねでいいかな。はい。木の実の数 S 持ってないかな。はい。さあ、能天気、木の実の数 S はついてない、ついてない、ついてない。ついてないなあ。あ、最近ほんと木の実の数 S 月見ないな。はい、ということで本日はこんな感じになりましたね。あ、目標達成になってるね。はい、290種類結構集めたね。はい、おめでとう。早くも寝顔図鑑に290種類のポケモンの寝顔を登録できたね。リサーチを頑張ってくれている君にサブスキルの種。サブスキルの種か、どうしようかな。どうしようかな。誰にあげようかな。ふくりんちゃんかな。はい、では本日はここで終わりたいと思います。皆様は何かいいポケモンに出会えましたでしょうか。明日もまた撮っていこうと思います。明日木の実の数 S が出ますように。はい、ということで、よかったら次の動画も見に来てね。バイバーイ。